今日のランチはここ、クアアイナです。でかすぎないこれ。で、これスモール？これスモール。え、これラージだったらどうなの？あ、これさ、ホールグレインのパンにしたから、そうそうそう、ハンバーガーだけどちょっと違うね。ちょっとサンドイッチっぽいね。サンドイッチっぽくなったね。これもスモールなんだけど、ホールスローはね、スモールだね。うん、はい。すごい。どうぞ。いただきます。ちょうどこれも数年前にハレイワのパタゴニアで買ったハワイ限定のやつのか知らないけど、はい、あ、そうだ、これミシの誕生日だったの。そう、そう、それで買ったんだ。そうそう、もう食べちゃったね。食べていきたいと思います。コールスロー、僕ね、ケンタッキーのコールスロー好きだった。これ一人一個でもよかった。あ、本当だ、なんかもうすごい大きいのでくるのかって。でも安かったからちっちゃいと思った。うん、美味しいね。うん、だから見てこのアボカド、素晴らしい眺めだね。これハンバーガーにしたらちょっと食べきれないぐらいでかくない、うんうん、あ、でもこっちにマヨネーズついてるから挟んで食べなきゃ。挟んだ方がいいよ。でもこんなん無理だよ、食べれない。ナイフで切るんだ。ナイフで切る、うん、みんなどうやって食べてるの。重ねてからいいんじゃないの。いや、もう無理だよ、重ねたら無理。あ、まあこれうま、パンうまそうね。このコールグレインのパン美味しそうだよ。よく焼かれてて。いきます。切れない。えい、これじゃあ切れない。これ絶対無理だ、見て。無理だよ、歯じゃない、口切れる。これをこうして、うまっ。どうやって食べたの。こうやって見て、もう切っちゃった。でも別々に食べてもパンが美味しい、うん、でもこっちにさマヨネーズがついてるから、うん、失敗した。あ、でもこれケチャップもつけよう。そしたらケチャップとマスタード。これ絶対さ、うん、無理じゃん。無理なんだよ、ね、足りないよね。無理なの。こんな絶対無理だよね。アメリカに来たって感じがするから。無理だわ。どうすんの。本当に食べれない。ちょっとずつ食べれば、うん、こうやっても食べれないんだ。うん、うん、うまい。そうなの、美味しいの。これ、これもっと食べるんだろ。これもっとね。これもっと食べる。もっと難しいじゃん。はいはいはい。待って、じゃあ開かないか。パンしか食えないから。そうそうそう。アボカドとパンしか食えないのかな。しょうがないんだよ、これは。しょうがないの。あ、パン美味しい。パン美味しいよね、これ。普通のパンより美味しいよ。うまっ。なんかごまが効いてて美味しい。オールグレーン。だってまだ野菜食べれないのと。まだハンバーグにもしこりついてない。パンしか食べてない。野菜入れてないのよ。だいぶ食べ慣れてる。まだ全然。ポテトも美味しいわ。そこにね、このポテト好きの私が至らない。うちに一生懸命で。外での食事は虫と鳥との戦い。今狙ってる。
こんなでっかい鶏もいたら、あのガーリックシュリンピンクのとこ絶対鶏いっぱいいる。見て怖いです。ここで食べれないの？今日もね、車取り行くときに、もう道中にハトがいて、もう道路浴びてたの、歩道じゃなくて。でもさ、なんかコロナでさ、バルセロナもそうだけど、鳥が増えたぞ。鳥増えた。街の中に。関係あるの？わからないね。人が少なくなると、増えるもんね。玉ねぎが美味しい。うん、本当だ、美味しい玉ねぎ。うん、美味しい。確かに美味しい。焼き具合がちょうどいい。え？焼き具合。うん。うん、ついてる。さっきよりはついてないけど。まあ、カメラが回ってないところです。ケチャップだらけだったから。ケチャップだけじゃないよ。黄色いやつも。カーキュン。野菜だけ食べよう。ミヒのね、しびれがね、あれみたいだったよ。ホットドッグみたいだったよ。しびれがソーセージで、ここに黄色とトマトのやつが混ざってついてるみたいだった。そんなさ、そんな1本入ってたんだけど。他にあるよ。いや、バーガーこれ。え？バーガーに入ってる。まあ、そうなんだろうね。いや、わからない。でもそうだね。野菜じゃないのこれ。いや、何も言ってないよ。例えば、人参挟まんないよ。これ考えて。しかも、こんな太いのね。うん、これさ、馬の餌とかにやるやつ。ちょうど。でもなんか、ワイキキより賑わってる感があるぐらい。ワイキキよりね、そうだね。活気があるからね、なんていうか。これも食べていい？いや、車あると便利だね。便利だね、やっぱ可愛いわ。なんか1ヶ月借りると安くなるか聞いてみようか、レンタルやから。うん、ごちそうさまでした。美味しかったね。小豆餅。